聞いてるね。聞いてるよ。あなたが輝く魔法のうといむち。時刻は6時を回りました。あなたが輝く魔法のうといむちの時間です。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル FP 崎山。はい、今日もよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。はい、はい、今日は、6月29日、はい、旧暦では5月25日、はい、6期では大安、吉日になっております。とてもいい日ですね、はい、今日は何をしても、吉日ですね、うん、はい、じゃあ今日ですね、披露宴の方も多いでしょうね、きっとね。そうですね、披露宴から、うん、お見合いからいろんなのがあると思いますね、うんうん、きっとね、はい、そうでしょうね、はいはい、じゃあさて週末、はい、はい、まずのりこさんからどんな週末でしたかね。週末っていうよりも今日はですね、はい、幼稚園に行ってきました。あ、幼稚園に、はい、幼稚園のですね、あの6月のお誕生会にですねお招きいただいて、はい、そこでちょっと絵本の読み聞かせをしてまいりました。わかりました、じゃあそれは後ほどですね、うんうん、はい、じゃあそれでは週末、あと今日何か、はい、FP 崎山さん何かありました、うん、変わったこと。いや、いい天気ですね、はい、そうですね、はい、もう建設日和で、あ、いいですね、ありがとうございます。あのスラブとか、はい、そういう、あ、スラブ口とか、はい、ああ、うん、建設日和というんですね。あ、いいですね、そういうの素晴らしいですね、勝手に言ってるんですけど、建設日和ってね、なんか新しいなんかが始まりそうな建設、はい、っていう感じですね、何かが始まる、はい、うん、みんなが集まれば、はい、始まってますね。もうね、もう明日までですからね、水月は、はい、あ、水月、はい、明後日からはまた踏み月になっていきます、はい、7月、はい、そうなんですよ、はいはい、大丈夫でしょうか、はい、わかりました。それではのりこさん、はい、はい、進めてください。はい、この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 また FM ギノワンではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッター待ってますのでよろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました、うん、はい、のりこさん、はい、今日幼稚園に行ってきたというのは、はいはいはい、幼稚園生として入っていったんですちょっとね、はい、幼稚園生と間違われるかもしれないんですけども、はい、声だけは、声だけは、はいはい、でもあの、はい、幼稚園生と一緒に楽しみました。一緒に楽しんできたということですね、はい、それでですね、あの、はい、お土産にですね、ちょっとね、あのラジオをお聞きの方は見えないと思うんですけども、あのネットでご覧になっている方は、そうですね、ちょっとまた今日ギャラリーに、うん、FP 崎山さんのファンの方来てますので、はい、そうなんです、今日お土産にですね、でっかい、あの今日収穫したあのこれはキュウリです。キュウリ、モーイじゃなくてキュウリ、モーイとかね、それぐらいの最大級のキュウリですよね。なんか FP 崎山さんがナーベラだなって言ってましたけど、はい、ナーベラにも見えるんですけど実はキュウリです。あ、いいですね、夏野菜の一つですね、はい、はい、夏野菜の一つということですね、キュウリ、はい、ウリリですね、ウリですね、体を冷やすと言いますからね、ウリはね、はい、うん、はい、いいですね、はい、さて今日はそういった形で、うん、のりこさんの幼稚園での、はい、お話がありましたんでね、はい、これ後を聞きたいと思いますので、はい、はい、お送りいたします。あと、FP 崎山さんの分かりやすいマーケティングのコーナー、はい、今日また楽しみにしてくださいね、はい、はい、今日は建設日和だということですので、はい、リスナーの皆さん、建設日和をかみしめてくださいねういう、はい、じゃあそれではここで1曲お届けします、はいはい、Already Gone by Eagle。
建設日和、建設日和でいい。あ、そうですか。適当に言ったんですけど。はい、それではネットでお聞きの皆さんに今日はですね、絵本の読み聞かせ、空豆くんのベッドっていう絵本を読み聞かせしたいと思います。とってもとっても可愛い絵本ですね。中谷美和さんが、作って絵も描いてます。本当に本当にですね、自然がたっぷり入ってる絵本です。空豆くんの宝物はこのベッド。雲のようにふわふわで、綿のように柔らかい。あ、もう朝だ。空豆くんが飛び起きると、枝豆くんがやってきて言いました。空豆くん、僕もこのベッドで眠らせておくれよ。ダメダメ、これは僕の宝だものだもん。次にグリーンピースの兄弟がやってきて言いました。空豆くん、僕らもそのベッドで眠ってみたいな。ダメダメ、そんなに大勢ではベッドが壊れてしまうよ。さやえんどうさんもやってきて言いました。空豆くん、私もそのベッドで眠ってみたいわ。ダメダメ、君には大きすぎるよ。ピーナッツくんも言いました。空豆くん、僕も君のベッドで眠らせてもらえないかい。ダメダメ、君は自分の硬いベッドでがお似合いさ。空豆くんは自分のベッドを誰にも使わせようとしませんでした。そんなある日、あ、ベッドがない。空豆くんは慌てて辺りを探しましたが、ないないない、どこにもないよ。枝豆くんとグリーンピースの兄弟とさやえんどうさんとピーナッツくんも聞いてみました。知らないよ、僕も知らない、私も知らないわ。みんなは口々に言いました。どうしよう、僕の眠るところがないよ。空豆くんは必死でベッドを探しましたが見つかりません。それを見ていたみんなは、僕らにベッドを貸してくれなかった罰さと言い合いました。でもみんなはだんだん空豆くんがかわいそうになってきました。よし、じゃあ僕たちのベッドを貸してあげよう。枝豆くんのベッドは小さい。グリーンピースの兄弟のベッドは細い。さやえんどうさんのベッドは薄い。ピーナッツくんのベッドは硬い。やっぱりやっぱり、あのベッドじゃなくちゃダメだ。空豆くんはもう一度探しに出かけました。何日も何日も探しましたが、ベッドは見つかりません。もうくたくただよ、疲れちゃったと空豆くんがつぶやいたとき、わあ、なんとうずらが空豆くんのベッドの上にどっしりと乗っかっています。どうしよう、せっかく見つけたのに。そうか、あのベッドでたまった仕方がない、少しだけ貸してあげようかな。でも僕の宝物だからな。そうだ、お家を作って少し様子を見よう。それから空豆くんは来る日も来る日もベッドを見張っていました。でもそのうちベッドよりも卵の方が気になってきました。あの卵これからどうなるんだろう。そんなある日、おや、空豆くんは目を丸くしました。パリッパリッパリッ、やったー、卵がかえったぞ。僕のふわふわベッドでひよこが生まれた。空豆くんは得意になって言いました。ひよこたちはベッドから出て、お母さんうずらの後ろをひょこひょこっと歩いていきます。元気でね。空豆くんが手を振ると、お母さんうずらを振り返って空豆くんをじーっと見つめました。空豆くんは嬉しそうにベッドを持って帰りました。いやー、空豆くん、ベッドが見つかってよかったね。とても心配してたんだよ。枝豆くんもグリーンピースの兄弟もさやえんどうさんもピーナッツくんも言いました。さあ、みんなでお祝いのパーティーをしよう。ふわふわベッドが見つかった、今日は楽しいお祝いさ。シャカ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 どんどこプップププー、カシャカシャどんどこプップププ。空豆くんはみんなと一緒に夜が更けるまで踊りました。
その後空豆くんはみんなを自分のふわふわベッドに招待しました。おしまい。あなたが輝く魔法のうといむちをお送りしております。このコーナーは暮らしのマナーやお付き合いのマナー、そして家庭教育からプロトコールまでをお送りしております。ご案内は伊礼のりことペイチンサトル FP 崎山、宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com なってますので、どうぞツイートしてください。はい、のりこさん、はい、運上一平一の催眠やそうですね、私生活でもですね、プライベートでもですね、はい、なんかいつもパタ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 してますね。ラジオを聴きの皆さん、うん、実はですね、この、曲が流れてる間、実はこののりこさんは絵本を読んでるんですね、はい、うん、そうなんです。空豆くんのベッドを今日読んでますね、はい、そうなんですよ。あ、なんかですね、ツイートされてますね、はい、もうツイート来てますか。ブルガリさんから、はい、姉さん朗読上手やんけ、素敵よって、ありがとうございます。ありがとうございます。ブルガリさん、ありがとうございます。はい、はい、この姉さんイコール、うんうん、実はのりこさんは29年間、はい、そうなんです、ね、保育士をしていましたね、はい、それで今日はちょっとですね、幼稚園の方にお招きいただいて、先ほども話しましたけども、はい、6月のお誕生会に、まあ、招待していただいたんですね。あ、いいですね、はい、招待していただいたんですけども、はい、園児たちに絵本の読み聞かせをしてきました。いいですね。じゃあ今日はそのあたりのですね、はい、幼稚園での出来事、はい、そうですね、後ほどですね、はい、後ほど。それでですね、先ほどもね、話しましたけど、はい、ネットをご覧の方、食育でですね、食育でですね、いろいろお野菜を育ててるんですね、幼稚園では。あ、はい、うん、でそれでですね、今日はゴーヤーとですね、キュウリの収穫がありました。あ、でその中の何本かをですね、私お土産にもらったんですよ。見てください皆さん、こんなにですね、太くて長いキュウリがですね、いいですね、収穫できて、はい、もう毎日毎日収穫できるっていうことで、子どもたちにも持ち帰りをしてるそうなんですね、はい、で私はその中の何本かをお土産にいただきました。素晴らしいですね。いいですね。これはじゃあ今日帰った後のおつまみ、うん、ということですかね、はい、そうですね、ビールのつまみにきっといいと思いますよ。いいですね、うんうんうん、そうです、はいはい、じゃあそのあたりはまた後ほど、はい、お願いします。さて、はい、実はリスナーの皆さんにですね、うん、インフォメーションですね、はい、そうですね、実は、来たる7月7日、はい、七夕の日に、はい、七夕の宴というのが、家庭教育アカデミー沖縄主催の伊礼のり子さん主催で行いますけれども、はい、そうなんですよ。なんと、うん、懐石料理のメニューが、はい、決定したそうですので、今日は紹介してもらえますか。そうですね、ネットをご覧の皆さんはこういう感じの七夕の宴っていうのを催し物があります、はいはい、でその時ですね、何をするかというとですね、お箸、皆さん当たり前にお箸を使ってますよね、家庭の中で日本人だと使っています。そうですね、はい、ですけれども、美しいとか正式なお箸の使い方がほとんどの方がわからない状態ですので、そうかと思いますね、その、はい、正しい使い方をします、はい、それと返しっていうのがあるんですけども、先週もお話しましたけれども、はい、はい、返しを使ってお箸を使いながら、懐石料理をいただくっていうことでですね、はい、いいですね、ロマンチックの夜にですね、はい、七夕の宴を行います。そうですね、ざーっとですね、でそれでですね、はい、お料理なんですけれども、先漬けっていうのがあります、はい、うん、でこれはですね、生卵豆腐とイクラとオクラとが入っているものなんですけど、実はですね、これをですね、今ですね、はい、七夕用にですね、天の川っていうものに変えていただいてます。あ、いいですね、うん、とても素敵なものに仕上がると思いますよ、はい、金ガーラですね、はい、そうですね、はい、それから前菜がありまして、はい、つぶ貝とかアナゴがあったり、ですね、鮎、七夕にはですね、鮎が解禁するって言われてるんですね、今の時期。いいですね、うん、ですから鮎を、小さな鮎なんですけども、はい、それもですね、オイル蒸しにして、それも出てきます。あ、なんかやはり、はい、懐石、やはりやっぱ京都ですね、はい、そうですね、それからもろこし、エビがあっ
て青物があります、はいはい、それからお造り、お造りっていうのはお刺身のことなんですけども、はい、島野菜と魚介のサラダ仕立ての梅ドレッシングがありますね、はい、うん、それから煮物、煮物、沖縄でね冬瓜ができますよね、それをあの湯葉、京都でね、いいですね、うん、湯葉、豆腐のあの上のこう何て言うんですか、そうですね、うん、それ湯葉包みがあります、それとエビの黄金煮、はい、でナスのですね色煮、とても美味しかったです、味が染み込んでてですね、あもう食べたんですか、あはい、あの私も一応ですねあそうですか、あの皆様に提供していくので、どういうふうな形で箸使いをしたらいいのかとか、うん、返しを使ったらいいのかということで今ですね、はい、あの和食のシェフと一緒にあの準備をしているところです、あいいですね、はいはい、それと焼き物、焼き物、ホタテの香草焼きがあります、はいはい、それから揚げ物、うん、まあ、揚げ物は天ぷらですね、それ今ねちょうどあのアスパラガスのが取れるシーズンですので、あいいですね、アスパラガスと人参とヤングコーンのですね、はい、揚げ物が入っています、はいはい、それと台のものなんですけども、はい、これがメインディッシュですか、そうですね、はい、牛フレ肉の、豆板焼きっていうのがありまして、これもとても美味しかったですね、あいいですね、メインはやっぱりこう、ね、そうですね、はい、それとですね、甲のものっていうのはあのお漬物のことなんですけど、三種盛りがあります、はい、それからあのご飯なんですけど EM のですね玄米入りのが出てきました、 EM、はい、いいですね、あの、EM っていうのは、ホテルコスタビスタで行いますので、はい、EM があの入っています、あ、はいはい、EM 栽培をした玄米ですね、とても美味しかったですね、ふっくらしていて、はいはい、それとトメワンっていうんですけども赤だし、赤だし、はい、がつきます、はい、それから水菓子、それはですね、七夕にちなんだものが出てきますので、まあ、ざーっとこういうものが、あ楽しみですね、はい、もっともたくさんあるんですけども、はい、ちょっとね、はい、いいですね、もう私も行きたくなりましたね、はい、そしたらですねブルガリさんからですね、はい、で短冊に願いと億万長者って書かないかあかんなっていうことです、はい、ブルガリさんは関西の方ですかね、うん、そうかもしれないですね、そうですよ、私も億万長者になりたいです、私も書きたいと思います、そのあたりはですね、はい、FP 崎山さんの分野ですからね、うん、それとですね、はい、夢は FM ギノワのゲスト出てみたいなっていうことです、あのギャラリーにお越しください、そうです、ね、ぜひね、あのブルガリさんあのお顔を拝見していきたいと思いますので、はい、分かりやすいマーケティングの時間にですね、うん、ゲストとして FP 崎山さんいいんじゃないですか、はい、それとですね、あの今ですね懐石料理の紹介、七夕の宴のですね、うん、紹介したので美味しそうだな、美味しかったです、当日もですね、そうですね、あの、うん、工夫していただくので、はい、ただしかしこれ食べるだけじゃないんですよね、はい、めでるっていうことですよね、食べるだけではなくて、はいはい、あのこれはレッスンも入っていますので、うん、お箸の使い方と、あともう一つですね、あの返しの使い方します、はいはい、それと食べてみたいわとですね、三重県の松阪市ですよって住んでまんねん、住んでたんですね、三重県にね、あはい、そうですか、あ三重県から今ツイートしてるってことですか、沖縄じゃなくて、あもしかそうなんでしょうか ね、 うかもしれませんね、 ありがとうございます、とても嬉しいですね、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあですね当日はね、でも仕事とかって書いてありましたので、あのいつかですね沖縄にお越しの際はですね、はい、あのぜひ私のレッスンを受けてくださるといいですね、はい、はい、そうだそうです、三重県からの三重県ツイートですね、すごいですね、はい、ブルガリさんどうもありがとうございます、ありがとうございました、はい、とても嬉しい、はいですね、はい、じゃあインフォメーションはそのあたりで、はい、そしてこれからが、そうですね、今日の、まあ、本番テーマですね、はい、そうなんですけども、はいはい、今日はですね幼稚園に行ってきました、はい、幼稚園に行ってきたと、はい、幼稚園でですね、あのたくさんの歓迎を受けながら、また今日はですね、はい、あのうーん3人の園児がですねお誕生会だったんです、お誕生を迎えた子がいてですね、はいはい、1人の男の子はですね、ですねクレーン車を扱う人になりたいって言ってました。ああ、将来の夢ね。はい、うんうん、でもう一人の女の子は、ケーキ屋さんになりたいって、パティシエかな、はい、パティシエですね、はいはい、でもう一人の子は警察官になりたいっていうことをです ね、うん、いいですね言ってたんですね、いいですね、夢が広がって ね、 いいですね、ペチーさんの夢は何ですか、私の夢ですか、うん、うちの足ばしですか、ね、もう十分ですよ、なかなかオファーがないんですけどね、はい、あそうですか、はい、きっとねあのラジオあの、はい、聞いてる方がお話があるかもしれない、はい、が私やりたいですね、はい、はい、じゃあということで、はい、じゃあペチンさんの夢は、あ FP 崎山さんではない、あごめんなさい、 FP 崎山さんの夢は何でしょうか、ちっちゃい時の夢ですよね、
今の夢じゃなくて今からでも夢あるんじゃないですか。小さい時の夢は侍になりたかったです。お侍、はい、侍、はい、まあ和風ですね。いいですね。数的これからでもいいんじゃないですか。王様とかですね。王様、あ、王様、大きいでかい夢だったんですけどね、はい、でも今も王様じゃないですか。そうです、会社のね、社長ということ で、 そうですよ、代表取締役ですから、はい、いね、王様になっておりますね、はいはい、それでですね、はい、私が、まあ、幼稚園でね講話をしたんですけれども、うん、実はですね先日幼稚園で講話をいたしました、はい、その時にですねアンケートをお願いしてですね今日ですねアンケートが回収されてきたんですね。あ、はい、やはりですね家庭教育の部分でどういうふうにしてなんていうんですかしつけとかやったらわからないっていうこともあったんですね。ああいいですね、これはもう専門分野ですね、はい、家庭教育コンサルタント、はいはい、 です、はい、でそれでですね、はい、まあ、ちょっと職員からの声がありましたので、はい、ちょっと読ませていただきたい。じゃあ紹介してくださいね、はい、家庭からというよりも職員からですね、はい、うん、家庭における親の子供への関わり、子供は歩けるようになれば食べることができるようになればと親は、関わりがなくても自分で育つって思ってるんじゃないかっていうことなんですね。面白いですね、うん、で自分で育つ、そう自分で育つって思ってる親がたくさんいる、うん、ですから今回の講話をごめんなさいねちょっと前後するんですけど、今回の講話を受ける前にどんなことで悩んでいたのでしょうかっていう問いかけにですね、親はですね勝手に子供が成長すると思っていますよって、だから、どういう対応をですね親保護者に対して対応したらいいのかっていうことで先生からの、悩みなんですね。あ、悩みなんですね、うんうん、はい、で先日もお家にコップがないっていう話をしたんですけども、やはり家庭でですね、はい、当たり前のことが当たり前に行われていないっていうことも総合してそういうふうに悩んでいるっていうことですね。どう方向づけしたらいいかっていうことですね、はい、でしつけでおこマリのことがありましたらお書きくださいっていうことを問いかけたところですね、はい、こちら私の専門分野なんですけども、はい、人として社会で生きていくため生活していくために必要なルールやマナーがどうして必要なのか大切なのかということを幼児期に育てていくためにはどのように関わっていいのか、愛に満ちあふれた楽しい関わりの中でと思っていますがってことなんですね。あ、はい、うんうん、やはりですねルールとかマナーをどのように方向付けしたらいいんだろうっていうことを幼稚園の先生もですね保護者にどう伝えていいかわからないっていうことですよね、うん、幼稚園の先生が保護者にどう伝えていいかわからない、はい、しつけ結局、私がいつも話しするのが、しつけとかそういうのは家庭教育は家庭で行われることですよっていうことを常に話してるんですけども、はい、そういう家庭教育をとても大事なんだよっていうことをですね学校側がどのように方向付けしていいかっていうことでですね困っているってことでした。あ、うん、はいはい、でそれでですね受講されての感想や講師についてお願いしますっていうことを問いかけたところ、子どもたちに本気で向き合い自分が愛情を子どもたちへ向けることができない大人が多くなっていると感じます。ここキーワードですよ。キーワードですね、はい、子どもたちに本気で向き合い自分が愛情を子どもたちへ向けることができない大人が多くなっていると感じますなんですよ。で話をしていくと、まだまだ自分が、親がですよ、愛を求めていて、心の育ちがない状態のような大人が親となっている。だから、本当は愛情を親が求めてるんですよ。ですから、子供たちに愛情が向けられないっていう現状が今起こってるっていうことなんですよ。起こっているということですね。うん、だから、まあね、私のことを書いてるんですけども、慰霊先生が活動している大人、特に親、に向けた子育てについての講話は自分に向き合う機会を作り出す上で必要だと思いますってことで、とてもありがたい感想をいただいたんですね、はい、まだまだ、自分がまだですね成長してないけれどももう子供が目の前にいて子供へ、愛情を向けることができない親が増えているっていうことですね現状、うん、
ということなんですよ、はい、分かりました。ですからしつけとかそういうのをなぜ家庭で必要なのかっていうことをですね、今どんどんですね普及してほしいっていうことをですね書いてあります。あ、素晴らしいですね、うんうん、あとお時間がですね、はい、今日のテーマの、はいはい、あと1分しかも残ってませんので、ね、そうでしたか、はい、まあ、そんなこんなでですね、はい、ズバリ言います、しつけは家庭からです。やーなれど不可なれ、はい、でじゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、それは親も学ぶ必要があります。ありますよね。当たり前に子どもは掘ってたら大きくなるわけではありません。しっかり道しるべを作ってあげると、そのように子どもは道しるべに向かって育っていきます。もうここまで話せばどうしたらいいか分かりますよね、はい、そうですね、分かりますね、うんうん、ぜひティンサグの花、うんの歌詞をですね、はい、龍歌ですけどね、うん、それをぜひ噛み締めたらあれの中に全て含まれてると思います ね、はい、そうですね、子育てのね、はいはい、じゃあね、また次回にですねティンサグの花を紐解きながら、そうですね、はい、皆さんで一緒に考えていけたらいいなと思いますね。はい、はい、分かりました、うんうん、はい、はい、っていうことですね、はい、ですから、もう本当に一番大切なのは褒めることですね、子どものことっていうことになります、はい、潜在能力をたくさん引き出してあげてくださいってことですね。はい、どうもありがとうございました、はい、ちょっと話したいことがたくさんあるんですね、ごめんなさい、いつも、はい、また次のコーナーでですね、はい、そうですね、はい、本題入れたらと思ってますので、うん、はい、はい、ここで一旦 CM 入ります。お願いします、はい、お願いします。マイクが入ってないですね。これなんか切れてる。あ、入ってない。音は入ってるんですけど、BGM とか、のりこさんの声がちょっと切れたりします、ね。ひろきさん、ちょっとちょっとこれ声が聞こえないですね。はい。なんか接触不良してるのかな。大きくなったり小さくなったりするんですよ。接触。うん、あ、本当。いいですよ。今ですか、はい、お知らせ入ってますね。あ、お知らせ入ってますね。音は入るんですけど、声が、マイクの声がこっちに来ないですね。はい、はい、すいません。あなたが輝く魔法のうといむち、はい、サイラジオ CM セールグスーヨー中がなびら、はい、ペイチンサトルのスルティアシバナカタティアシバナシマクトゥバの時間なトイビン、とサイリスナーの皆さん、時間ニュースかじりまたマジュンシマクトゥアチカティ花やがちを旅にしてビリサイニヘデビタン。はい、ちょっとごめんなさい、私テンパってましたね。はい、このコーナーではラジオお聞きの皆様と一緒にシマクトゥバを学ぶコーナーです。皆さん一緒に楽しみながら学んでいきましょう。ご案内はペイチンサトル、イレイノリコ、 FP 崎山、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオよりこの後7時まで生放送でお送りいたします。この番組ではまだまだメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.comですよ。ブルガリさん、たくさんツイートしてくださいね。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございました。あ、そういえばあららがまサイガーさん、最近コメントないですね。そうですね、はい、うん、お仕事ちょんど待ってますので、ね、お仕事なんでしょうね、きっとね。はい、じゃあ、はい、さて今日のまたしまくとばですね、はい、ティーチたち道を抜きやびらさい、はい、さあ今日はですね、先ほどから、子育て、暮らしのマナーとかルールとか、うん、あとFP崎山さんの、専門分野であります、営業マンを応援するブログでもありますけど、今日はですねちょっとそのあたりのですね関連するしまくとばをティーチたちみち、うん、紹介したいと思います、はい、まずは最初これです。お願いします。うまやぬてしりちゅやひらてしり、うまやぬてしりちゅやひらてしり、はい、これはどういう意味でしょうかね、はい、いつもですねペイチーさんが言いますよね、はい、うん、馬はですね、はい、乗ってしるあ、違いますね、馬には乗ってみなければわからないよっていうことですね。はい、はい、馬は乗ってみなければわからない、うんうん、人間は付き合ってみないとわからないということですね、うんうん、ということは外見で人間を判断してはいけませんよ。で特にこれはマーケティング、FP 崎山さんの、分野では例えば営業マン、はい、例えば会社の外観、
でそしてその会社の社長を外観でですね、外見で判断してしまって、あ、うん、いやこの建物だと、契約取れないなとか思ったりしますよね、うん、もし例えば古い建物だったとしましょう。でそしたら実は会社を建て替える前のね事務所だったりするんですね、はい、だからとにかく、うん、外見で判断していけませんよと。ウマヤヌティシリチュアフィラティシリ、うん、ということは人間付き合ってみないとわからない、うん、すごいこれ頑畜なる、もうまさしく、営業マンの応援ブログでも紹介したいぐらいのね、はい、そうですね、これやっぱり FE 先山さんよくあるんじゃないですか。そうですね、あのやっぱりお客様もそうですけど、はい、あのまず私たちあの社員の、はいはい、まあ、入ってみないとですね面接では分からないじゃないですか、うん、一緒ですね。でやっぱりその人のまあ良さもまたあってってですね、はいはい、分かっていくかなと思うんですね、うん、そうですよね、はい、そういったことでこれもあの、はい、暮らしのマナーで、はい、のりこさんなんかもあるんじゃないですか。あ、そうですね、うん、そうなんですけども、でも第一印象ってとても大事なので、はいはい、それとはちょっとね、はい、またね、はい、ちょっと意味が違うんですけどね、はい、はいはい、とにかくそういった形ですね、うんうん、まあ、人はねお付き合いしてみないと本当の良さはわからないよっていうことですよね。そうですね、でそしてですね、うん、はい、人間の 味わいっていうのがあります。そうですよね、最初すごい好印象だと、うん、はい、ところがどんどん付き合っていくと味が出てくる人間と、うん、はい、ね、そうじゃない人が、そうじゃない人っているんですね、うん、だから味が出る人間っていうのはそれなりの知識教養、はい、知恵含めてね、うん、全てこう、持ってるものがですね、はい、付き合ってみないとわからない。そうですね、うん、思いやりの心がある方はですね、はい、あのお付き合いしている間にですね味が出てきますよね。そうですね、うんうん、でそういったことですのでやっぱりこう、はい、教養がいかに大切かっていうところじゃないですかね、はいはい、先ほどの幼稚園先生の疑問もね、やっぱり教養が私もとても大切じゃないですか。教養というよりも知識ですね、うんうん、はい、大事ですよね、はい、はい、うまやぬてしりチュアフィラティシリ、うん、覚えてくださいね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうね、はいはい、これはあのこれもよく使いますけどね、いきますよ、うん、資金や注意指示で暮らしゆる、資金や注意指示で暮らしゆる、これはちょっと難しいかもしれませんね。 FP 崎山さん、資金や注意指示で暮らしゆる、はい、どういう意味だと思います。ちょっと難しいですね。難しいですね、はい、まあ、助け合いましょうみたいな、うん、はい、はい、そうですね、ゆいまる、そうですね、ゆいまるですよね、はい、うんうん、世間は、はい、はい、世間ですね、世界はね、うん、注意指示と、これ互いに、うん、ね、助け合うということですね、うん、で暮らしいる暮らすということですね、はい、世の中はお互いに助け合って暮らすものだと、うん、これ、はいはい、内縄はですね注意指示と指示と使いますね、うん、これは、よくあのスポーツの世界で、はい、はい、これあのですね、スポーツの世界でよく言われているのが All for One、うん、One for All、あ、はい、ね、全体は個人のため、個人は全体のために、これはラグビーですよね。そうですね、ラグビー、ラグビー、はいはい、私もラグビー行き、そうですね、FP崎山さん実はラガーなんですよね、はい、ペンチさんの息子たちもね、そうですね、小座でラグビーですから、はい、某小座クラブで今頑張ってますね、はいはいはい、あ、今も、はいはいはい、すごいですね、これはぜひ皆さん、あの、うん、ゆいまる精神ですね、ゆいまるね、はい、うん、資金や注意指示で暮らしゆるですよ、うんうん、助け合うということをね、はい、うちのアンチは本当ね、一人ではね、チームプレーみたいな、チームプレーです、うん、一人では生きてないですからね、はい、で、うん、そしてこれはあの、ですね、世の、会社代表の方々含めて、うん、あと管理職の方々、うん、これまた、うちのアンチの言葉でこういったのがあります。仕事を、うん、仕事のならしゆる、うん、仕事を仕事のならしゆる、これは分かりますかね、のりこさん、うんうん、仕事はやっているうちで覚えるよっていうことですよね、うん、そうなんです、うんうん、そうですね、ね、これやっぱり、うんうん、FP 崎山さんがもう、そうですね、この分野ですよね、はい、仕事は仕事が覚えさせるっていうことですね、うんうん、そうですよね、はい、あのちょっとね、あの私の座右の銘で、フェタカラドナラティスグリーンする、はい、ウユバラントゥウムティシアンスナっていう、うん、あの低順則のいろは歌があるんですけども、はいはい、まさにそうですよ ね、 そうですね、あの最初は、まあ、できなくてもいいんだよ、だん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 上達していきますよってことと、ね、うん、そうなんです、うん、リンクしますね、はいはい、でこの辺はですね、うん、もう一つあります、はい、隠されたあれが、うん、要するに土俵に上がらないとダメなんです ね、 そうですね、頭で考えているうちはまだ仕事は上達しません、うんうん、まずできなくても、うん、例えば、社長から、いついつまでに企画書を出しなさいと言われたときに、はい、頭で考えていろんな資料収集して、うん、企画書がうまく書けないと、うん、社長あと時間くださいという人と、うん、例えばとにかく
企画書を自分なりに書いて出す、でダメ出しがもらえますよね、うん、でこれを何回もやり直していくうちに実は仕事が覚えさせるんですよ、うん、企画書というのは自分のために書くものではないんですね、はい、相手のためではなくて、うん、この企画が本当に生きた企画かどうかですから、うん、難しいものではないと思います、そうですね、感情をですね、うん、マインドに訴える、うん、はい、このあたりもマーケティングの、はい、FP 崎山さんと通じるところですけど、はい、本当そういうところです。ぬならしうる体で覚えなさい、そうなんです、体で覚えなさいですね、しぐとぅ、しぐとぅぬならしうる、頭で考えないで、そうなんです、スピードですよね、はい、はい、そうなんです、もう動きなさい、行動しなさいっていうことですね、はい、ですからあの先輩方はですね、はい、新入職員に対してあれこれ教えません、うん、相手が気づくまでは絶対教えません、うん、それはしぐとぅぬならしうると、うん、いうことが分かってますから、はい、ね、ちゃんとこれはもう琉球王朝時代からちゃんとした句がね言葉として残っております、はい、いいですよね、うん、琉球王朝の時代からです、そうです、崎山さん、 FP 崎山さんが子供の子の夢だった王様、はい、王様、王様、はい、ね、今からでも大丈夫ですし、ね、琉球王朝時代ね、はい、そういった形でですね、こうビジネスとかね、暮らしのマナーと関わる手話言葉たくさんありますので、たくさんありますよね、はい、今日はですね、この3つ、はい、ウマヤヌチシリ、チュアフィラティシリ、はい、はい、資金や注意指示で暮らしゆる、はい、そして、仕事を仕事のならしゆる、これはあのちょっと地方によってみんな違いますけどね、なんか共通と言い方が、うん、3つともすごくなんか深いですよね、いいですよね、うんうん、はい、これはなんかね共通してると思います、はい、うん、共通してますね、はい、うん、仕事を仕事のならしゆるということですのでね、うんうんうん、この3つリスナーの皆さん、ね、ぜひ覚えてくださいね、はい、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます、はい、ちょうど時間となりましたので、うん、ここで1曲また紹介します、はい、The Best of My Love by Eagle。すごくムードのある曲ですね。ペケつけてね、ムードのある曲だね。これちょっとスペースが、やっぱりこう航空と基準競争してた。マナーにも競争してた。ちょっと曲いいね、これ紹介して。ちょっと曲がダンスを踊りたい気分、はい、それではツイキャスで見てる、方、今のイーグルスの The Best of My Love かかってますけど、四字音の愛、これはあの、イーグルスのシングルカットでは、初のナンバーワンヒットだったんじゃないかと思いますけどね、やはり何とも言えない、このドン・ヘンリーのかすれたハスキーボイス、そしてこの哀愁を帯びた曲ですね、はい、そしてこの時にはまたギターがですね、バーニー・リードンというカントリーウェスタンの、得意とした、ギター、そしてドン・フェルダーがこの時また加入してますのでね、そのあたりでは、曲としても非常に聞き応えがあると思います。さあちょっとこの FM ギノマンのスタジオからですね、西海岸がですね、今実はブラインドで邪魔されてますけど、開けましょうか、はい、今日はサンセット、そろそろ見えるかなと思いますけどね、さあこの FM ギノマンのスタジオから西海岸、東中へ、あ、水平線が一望できてますね。さあ、カラッとしておりますね。はい、なんかちょっと FP 先ほど見てください、なんかワイキキのようなあの、茶炭のですね、あーすごいすごいですね、サンセットがすごいですね、まさしくこの時間イーグルスの曲を聴きながらここでビールを飲みたい気分ですね。さあ今日は、FB ギロマスタジオの3階ビアガーデン、なんと3時間30分、2980円でしたかね、ひろきさん、ドリンク飲み放題、フードが、ね、8品ついてました。でそして、ね、女子会プランというのもありましたね、2500円で女子会プランというのもありましたね。今日はもう本当に、終わったらイーグルスを聞きながらこう上でビールをキュッと聞きたい気分ですけどね。はい、じゃあそんなこんなで、イギリスの曲の紹介は以上といたします。引き続き、ラジオの方を聞いてください。ありがとうございました。眩しすぎますか。
どうしよう、こっちだけ締めましょうか。真ん中でね。あ、全然大丈夫ですよ。僕は大丈夫ですよ。戻しですか。本当高いですね、まだね。ドリクさん、ちょっと紹介してください。これ、ちょっと今、大丈夫だったのあれば。始まってからだ。始まってから。ヒロキさん、お知らせっていうのが今1になってますけど、これは何かありますか？あ、これですか？あ、これ大丈夫です。あ、大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。時刻は6時40分を回りました。あなたが輝く魔法の宇宙道をお送りしております。はい、リスナーの皆さん、お待ちかねですね。 FP 崎山の分かりやすいマーケティングの時間になりました。ご案内はペイジン悟、 FP 崎山、イレイノリコ、ギノワンヒルズ通りにあります FM ギノワンのスタジオより、この後7時まで生放送でお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、します。今ですね、ブルガリさんからですね、はい、コメントがありまして、帰宅、はい、途中でごめんなさい、すまん、すいませんってことですね。いやいや、こちらこそ。でも、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、はい、していただいてるんですよね。はい、これからですね、はい、FP 先ほどの分かりやすいマーケティング。さて、はい、今日はどんなテーマでしょうか、ね、楽しみにしておりますけども。うん、はい、今日の FP 先ほどさん、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。今日の、 マーケティングのお話はですね、はい、ストーリーの話なんです。ストーリー、はい、ストーリー、どんなストーリーなんでしょうね。マーケティングの中のストーリーというのはですね、はい、作り方とか、作り方、あとは数値や分析ではないということを今日説明していきたいんですけど、はいはい、まずペッチーさん、はい、ビールとかお好きですか？一杯マシュアイビンのお好きですか？はい、はい、ちょっと尿酸値高いので、はい、発泡酒してますけどね。私は金麦が大好きです。はい、はいはい、大好きです。やっぱり今季節的にもですね、うんうん、そういった飲み物が欲しくなるじゃないですか。欲しくなりますね。そうです、すっきりしたいですからね。はいはい、でそ の, ビールの CM とか、うんうん、まず想像していただきたいんですけども、シュワシュワシュワみたいな。はい、はいはい、今飲んでます。はい、なんかバーチャルの世界に入りました。はい、入りますね、はい、入りますね。飲みたい。テレビで CM とかも実はバーチャルじゃないですか。あ、そうですね、はい、自分がその CM の中と、なんていうんですかね、疑似体験ですね。はい、疑似体験していきますね。はいはい、それで欲しくなるんですよ。はい、うん、この感情じゃないですか。はい、飲みたいとか、うん、美味しそうだなとか、はいはい、ウォンツですね。はい、ウォンツですね。さすがですね。はい、はい、まあ CM の話ですが恐縮ですけど、うんうん、はい、はい、ペイチンさん、その時にですね、 CM にですね、はい、例えばビールの細かい成分とか、はい、データとか必要でしょうか、うん、という感じ。必要ないですね。必要ないですね。私は必要ないですね。はい、例えばビールの成分が、小麦が何個とかですね、はい、いろいろありますよね。あります。そういったのが怖いじゃないですか。はいはい、もう一切必要ないですね。必要ないですね。惜しければ、うん、はい、でその、この CM の流れ的なものがストーリーっていうお話なんですね。あ、はいはいはい、シチュエーションですね。シチュエーション、それがストーリーというお話ですね。はいはい、であと、この数値は分析ではないというのは、この細かい数字、あ、はいはい、その辺がですね、事業側というか会社側がですね、うん、広告を打つにあたって間違いというかですね、罠にはまってしまうんですね。はいはいはい、やっぱり、まあ、真面目にこう自分の商品を売りたいがためにですね、うん、数値分析をやるためにマーケティングというんですけど、 CM にはやっぱり数値とか分析っていうのは多少は必要ですけど、うん、それをメインにすると、うん、お客様がどういう反応があるかというと、これからちょっと話していきたい。いいですね。はい、はいはい、これが、まあ、うん、いわゆるストーリーと、
データ、ストーリーは物語っていう形になるじゃないですか、はい、でデータは実際覚えることが本当はみんな嫌なんですよ、うん、覚えにくいんですよね、はい、ですからもそうですよね、はい、数字はね、はい、なかなか頭に入ってこない、そうですね、うん、はい、でそれがこのデータよりもですね、物語がどのような感じになっているかと、まあ、この、 CM を見てですね、はい、これがよく言われているのが感情移入、はいはい、それは映画とかですね、テレビのドラマなんかがよく気持ちがですね、はい、感情が高ぶったり、弁護士のテレビ見たら弁護士になりたいなとか、ね、はい、感情が移入するじゃないですか、はいはい、これが頭でですね、この広告とかドラマストーリーを見て、うん、すぐ行動してるわけではないわけですね、はいはいはい、この思考と行動の間にですね、橋渡しがあるんですよ、あ、はい、今のなかなかもしれないですね、はい、思考と行動する、はい、考えて、はい、行動する間に橋渡すのか、橋渡しするものがあるんですね、はい、これが感情と言います、あ、はい、橋渡しと書いてですね、感情というものですね、はいはいはい、それが今まで私が話してきたウォンツとか、はいはい、ベネフィットとか、うん、感情に、まあ、要はビジネスで言うと CM を見て、うん、頭で考えて思考します、はい、でそこから感情が湧いて、うん、そのビールを買いに行く、行きます、うん、いいですね、ビールを飲む、はい、だから今私の話聞いてビール買いに行きたくなったかどうか分からないんですけど、とても行きたいです、はい、ビール、はいはい、飲ましたいという行動がまさしく、うんうん、じゃ視覚で入ってそれから思考に入って、はい、そうです、橋渡しがあって、はい、でこの思考というのが、うん、何に訴えるかというのが事業者の必要なところなんですね、そうですね、はい、で例えばダイレクトメールってご存知ですか、うん、はい、はい、分かりますよね、うんうん、まあ、新聞なんかも一つのダイレクトメールじゃないですか、はい、CM とか、はい、でそれで発展がちょっと遅れ気味の国とかございますよね、はい、アフリカとか、はい、某国、いろんな国があると思うんですけど、はいはい、その寄付をですね、うん、ユニセフさんとかいろいろ募るじゃないですか、あ、はいはいはい、その時にダイレクトメールで直接来たりするんですね、あ、はいはい、今はですね、うん、テレビで広告やったりですね、はい、そのダイレクトメールのお話なんですけど、うん、はい、2つやり方があったわけですよ、はい、で、はい、1つはですね、うん、発展この国の現状、うん、データ、うん、貧困さとかを数字で広告したチラシ、あ、はい、ダイレクトメールです、はい、でもう一つはですね、そこに住んでいる地域の、うん、女の子の一人のですね、女の子の悲しい悲惨なストーリーをですね、うん、お話をですね語った広告をやったらですね、はい、で1番と2番ではですね、2番の方がやっぱりストーリーの方で訴えたら、うん、別の国の方からの寄付がですね、2倍の成果が上がったと。ああ、そうなんですか、はい、すごいですね、はい、ですから、うんうん、まあ、ポジティブな話もですね、うん、そうした悲しい話もですね、すべて感情でですね、皆さんこう訴えかけるっていうのが一つの方法、うん、ダイレクトメールとか、はい、そういった広告にも現れてるっていう話なんですね、はい、はいはいはい、やはり数値よりは、はい、ストーリーが、ストーリーが心に来るっていうことですね、来るっていうことですね、はい、はい、でそこでですね、うん、私たち建設業とか製造業というのはですね、うん、はい、物を売ってるわけですね、はい、で例えばじゃあコーチングとか学校の先生とか、うん、教育者っていうのは物を売ってるわけではないですよね、そうですね、はい、まあ、それでコーチ業でも戦略していかないといけないと思うんですけど、はい、そこにはやっぱり物がない分、うん、ストーリーをやっぱり説明していかないといけないという重要さがもっとあるんですね、はい、コーチング業にはですね、うん、はいはい、そこで全然話変わるんですけど3匹の子豚とか、はい、はい、アリとキリスとかですね、はいはい、昔話の話をですね、うん、まあ、一つのストーリーとして置き換えて、うん、ちょっと話してみたいんですけど、あ、いいですね、はい、いいですね、先ほど先ほど素敵、今日も素敵ですね、はいはい、ありがとうございます、はい、イレさん、ペチンさん、ちなみにどういった昔話好きですか、あ、今言ったのも3つとも大好きです、はい、亀とウサギはもうよく私も、亀とウサギ、亀とウサギは出てこなかった、あ、はいはいはい、はいはい、で、見にくいアヒルの子とか、はいはい、もう素晴らしいですね、あ、今ペイチンさんが言った亀とウサギの話に、はい、していきたいんですけど、うんうん、昔話の内容をですね、
中身はですね、実はあの親がですねとか先生が、うん、なんでやってるかということですね、うん、はいはい、物語が楽しいだけではなくて、うん、やっぱり教育の一環ですよね。しつけが入ってますよね。しつけが入ってますよね。結構ね、昔の花の、はい、マナーだったり、はいはい、ルールだったり、はい、あの道徳観っていうのもありますかね。たくさん入ってます。で例えばあの亀とウサギだったらですね、はい、やっぱりこのかけっこでレースしてるわけですけど、はい、ダービーやってますよね、はい、ダービー、うん、あの亀がコツコツとゆっくりゆっくり自分のペースで長い旅に行くじゃないですか、はい、でもウサギはパーッと半分ぐらいまで来て、あ、油断しちゃうんですよね。油断して負けちゃいますよね、はいはい、その、 あの内容はやっぱり地味なんだけど、はい、ヒーロー物語ですよね。そうですね、うん、でその中で親は何を大切なことを教えたいのかなとか思うと思うんですけど、あのやっぱりコツコツ真面目にやりなさいとか、うんうん、誠実にありなさいとかっていう、はい、あのバックにはあると思うんですね、うんうん、それをあの厳しくですねやっても教えられますよね。そうですね、ガミガミ言ったり、うん、質合憲になりなさいとか、うん、はい、いいですね、質実合憲、大器晩成型になりなさいって、はい、教育したらどんなことが起きるかということですよね、はい、そうですね、子供には理解できないじゃないですか。できてないですよね、うん、でやっぱり柔らかく醜いアヒルの子だったり、うん、3匹の子豚であの3つのお家作って、はい、どの兄弟が最後に成功するかっていう感じでやっていきますよね、はい、うん、やっぱりコンクリート住宅がいいんですけどね、はい、さすがですね、はい、落ちがいいですね。いいですね。だから努力に、はい、努力は必要ですよと、はい、あのことわざはいろいろあって、うん、努力に勝る天才なしとか言っても、はい、やっぱり中学生ぐらいならと分からないじゃないですか、うん、そうですね、はいはい、で 幼児期のこの教育とか、まあ、のりこ先生の前であれなんですけどね、うん、絵本を通じて感情、はい、ストーリーを通じて、はい、いずれこう、うん、なんてマッチしていくんですよね、はい、うん、でもっと僕が言いたいのはですね、はい、うんうん、はい、あの厳しく教えるのも大事なんですけど、うんうん、子供にこのバーチャルの空間に、はいはい、こう環境を与えてるじゃないですか、本をですね、はい、でそれが発展したのが例えばディズニーランドだったり、あ、そういうのじゃないかなって自分は思うんですね、はい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 、ですからその、 あの昔からの親がですね、うん、まあ、いろいろな親があのこうなんていうんですかね、誠実にあれっていうのは言葉では言わんかったのかもしれないんですけど、いろいろとこの親と子供の会話で、あ、いろんな例え話とか昔話とか、はい、うん、もう極端に言えば神話ですね、はいはいはい、で沖縄の場合は先祖崇拝とかあるじゃないですか。ありますね、やっぱりこの先祖の人を敬いなさいとかっていうのを直接言うよりも、やっぱりそういったあの、うん、しきたりだったりマナーだったりルールでやっぱり教えていくんですけど、その成功体験っていうんですかね、うん、あのうさぎよりも亀が勝ったっていう成功体験に、うん、あの分かりやすく落とし込んだのがまさしくストーリーなんです、はい、いいですね、物語ですね、はい、物語ですね、あ、なんか今ですね、はい、ストーリーいいですね、うん、で自分の今、はい、あの流行り あのストーリーはですね、はい、やっぱりあのちょっと体重が気になってますので、ダイエットのプログラムもですね、はい、プログラムっていうのは架空のものじゃないですか。ああ、そうですね、例えばこの薬とかこの器具買いなさいではないですよね、うん、このプログラムっていうのは分からないもんですから、はい、どんなしてじゃあやるかというと、あの使用前、うん、使用後の体型で飛びつきますよね、はい、自分も飛びつくんですけど、はい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 、でそれがあの自分にですね、あのお客様の立場で言ったら自分に投資するということなんです。うん、お客様は自分に投資して、はいはい、あの全て物を購入しているということなんですね。今日のストーリーというのはそういう、ね、あ、いいですね、なんか今日ですね、はい、あのヒントがたくさんありました。あの、あ、そうですか、ちょっとやはり先ほどのちょっと子育てに関連するんですけども、うんうん、お母様方なんですけども、はい、最近こういうあの昔話をの絵本を読み聞かせをする機会がなかったないのかしらと思いました、ね、はい、だからどんどんやはりね、はい、昔のいろんないいお話をどんどん読み聞かせすることによって、うん、親も育ちながら子育てができるのかなとかってちょっと思いましたけど、うん、あ、いいですね、これがですね、はい、次回につながるブランドなんです。そうですね、ブランドなんかとてもなんかブランド、ブランディングですね、のりこさんのブランドなんですね、はい、うん、今日ちょっとあ、いつもたくさんの、あのヒントいただくんですけども、はいはい、あ、なんかちょっと忘れかけていたことが思い起こされました。はい、じゃあ今日のですね、はい、ありがとうございます、はい、ペイチン崎山のお別れスイマーケティングストーリーの作り方、はい、ストーリー、はい、ストーリーですね、ストーリーですね、でストーリーには、はい、数値や分析ではないですよと、うんうん、感情ですね、感情に訴えるんです、うん、
ますよと、うん、そして疑似体験をさせる、はい、先ほど言ったそうです、ね、ビールをの CM はとにかくビールを飲みたいなと思わせるシチュエーションと、うん、そうですね、あとあの塩膳塩膳、はい、いいですね、はい、なんか子育てにもつながりましたね、はい、マーケティング、そうですね、そうですね、はい、今とてもですねやっぱり私もちょっと忘れかけていたこの、まあ、日本昔話もそうですけど世界の昔話っていうのを最近現場でもなかなか読み聞かせが遠のいてたなって、やはりこのなんていう昔のお話の中にたくさんのですねあのヒントがあったんだなっていうのをまた改めて私も気づかされました。いいですね、塩語が良ければ売れますよ、はいですね、はい、塩語が良ければ、はいはい、ありがとうございます、はい、サイトコーポレーションのイメージキャラクターの、うん、ハイサイ君、ハイサイ君、ハイサイ君ね、はい、僕らの暮らしを彩る、はい、ハイサイ君、はい、色の街に行って彩ってこれもストーリーですよね。そうですね、はい、ストーリーがちゃんと、ね、サイトコーポレーションをハイサイ君に疑似体験をさせるために、ハイサイ君、はい、ハイサイ君は崎山さんのあれですか、発想は私なんですけど、はい、実際にやったのはデザイナーさんとプロのデザイナーさんと、はいはい、マーケティング部長がいまして、ね、はい、彼が実際には制作して、あ、いいですね、はい、あと主要はペイチンさんが、はいはい、使用してますね。ぜひ、はい、ぜひ着ぐるみを作ってほしいなと思いますね、はい、あちらにこちらにね、わかりました、はい、はいはいはい、この番組は住まいを彩るサイトコーポレーションの提供でお送りしました。はい、じゃあのりこさんから一言、はい、七夕の宴がですね明日までの申し込みになっています。でですね当日お越しいただいた方でですね抽選でコスタビスタ沖縄のランチ券とスパのランチ券、はい、ランチじゃなくてスパの券が当たりますので楽しみに、応募してください。はい、わかりました。はい、はい、じゃあ FP 崎山さんどうぞ、はい、一言、7月7日のストーリーを楽しみにしています。 ありがとうございます、はい、はい、実は7月7日、七夕の宴、はい、実は FP 崎山もペイチンも参加してるんですよね、はい、でおかげさまでですね、はい、はい、はい、よろしいですか、はい、ありがとうございました。コメントも来てますね。コメントも短いですね、一時間。いやいやいや、今日ストーリー良かったね。今コメントって見えるんですか？コメント2になってるんですけど、関係あります？私たちに非常にみんな関係ないですか？ありがとうございます。